セマエリカは東京都小平市出身の女子プロテニス選手である。クラブマサ所属。父親がフランス人で母親が日本人のハーフ。姉、ユリカもプロテニス選手である。7歳でテニスを始め、藤村女子中学校1年の時姉、ユリカと組んで全国大会ダブルスで準優勝。3年でシングルス3位、ダブルスでは優勝を果たす。 学芸館講座学中の2005年に全日本ジュニア選手権シングルス優勝。11月にプロ転校。2007年に東京有明国際女子オープンシングルスで優勝。全日本テニス選手権では2010年の混合ダブルスで優勝。2011年のシングルスで準優勝している。2011年全豪オープンから4大大会の予選に挑戦を始めたが、 また突破したことはない。2011年9月のトーレパンパシフィックオープンテニストーナメントで予選を勝ち上がり WTA ツアー初の本戦に出場した。1回戦でマリアキリレンコに1から6、0から6で敗れた。2012年7月のバンクオブウエストクラシックで予選を勝ち上がり1回戦でアレクサ・グラッチを6から2、6から3で破り WTA ツアー大会の 初勝利を挙げた。2回戦でドミニカチブルコバニー1から6、3から6で敗れた。選手活動の傍ら、ビビアスリートモデルとしても活躍している。ありがとうございます。